S6H のエッジスクリーンについてちょっと詳しく見てみたいと思います。これだけの設定項目があります。エッジライティング、ピーポーエッジ、通知を選択、情報ストリーム、ナイトクロック、エッジスクリーンの位置。で、まずエッジライティング。これはここを光らすかどうかっつう話ね。これこうしちゃうと光らなくなるよと。そういうことなんだけど、エッジライティングをオンにした時にクイック返信っていう設定ができます。着信を拒否して受信者に着信拒否メッセージを送信するには、端末を伏せて心拍センサーの上に指を2秒置いてくださいと。つまりどういうことかっていうと、着信があった時にここにこう置くと。で、2秒間置くと着信拒否になるよということだね。まあ一応そういうことです。で、クイック返信メッセージ、これ、ここなんかいろいろ、おっとっとっと、編集できるんだけれども、これって何の時に使われるのかがよくわかりません。相手がスマホだとこういうメッセージが入るのかな？ショートメッセージかなんかで入るんですかね？よくわかんないけど。まあそんな感じです。で、とりあえずエッジライティング終わりね。で、ピーポーエッジ。これはピーポーエッジって何かっていうと、通知があった時にここの端っこの色で知らせるよっていうやつね。それをオンにするかオフにするかっていうのを選択できますと。これをオフにすると、こう消えちゃうんだね、完全にね。ということだ。オンにすると、こういうふうに出てくると。ね。こういうふうに出てくるよと。で、通知を選択っていうのもできます。エッジスクリーンに点灯する通知をどれにするかと。不在着信だけに設定してますけどね。SMS とか E メールも表示することができますと。で、次、情報ストリーム。これはですね、こうした状態で、ここをこういうふうにやると。そうすると、時刻が出てきてですね、こういうふうにね、時刻が出てきて、こういうふうにスワイプすると、情報が出てくるよと。こういうふうにタップすると、その情報が見れますと。この機能をオンにするかオフにするかっていうことが設定できます。それが情報ストリームね。それで、この情報ストリームがですね、まあ、フィード管理ってやって、いろいろそのフィードするものを追加したりできるんだけど、ほとんどないんだよね。で、エッジスクリーンタイムアウトを設定できますよと。15秒から10分まで。で、天気予報っちゅうなんだけど、これはサムスン天気予報ウィジェットをホーム画面に追加してくださいと。そうしないとダメですよっていう話ですね。はい。そんな感じ。じゃあ、これオフにしてみますか。オフにしたら何も出ないのかな？あ、何も出ない。いくらこすっても出ない。そうなんだ。やっぱりそうなのね。で、ナイトクロック。これはですね、さっきの、ここの情報ストリームと似てるっちゃ似てるんだけれども、夜間に、ここに時間を表示するという機能です。で、オンにして時間を設定すると。今21時から8になってるけど、で、ナイトクロックって何かっていうと、今21時58分だけど、今ナイトクロックの時間帯に入ってるわけね。こう、電源オフにすると。で、しばらく待つと、こう、うっすらとね、わかるかな？うっすらと時間と日付が映ってるよね。こういうふうに薄く表示すると。だからこれ、明るいところだと分かりにくいんだけれども、夜だと明るすぎずにいいという感じ。ちょっと暗くしてみますか。おお、見えますね。やっぱ暗いとこならこれぐらいの明かりで十分だね。これは純粋に時計の機能で、ここでこうしても何も起こんないんだよね。純粋に時計を表示するだけの機能です。で、最後にエッジスクリーンの位置。これは右か左かっていうのを設定できますと。
ということです。このようにエッジライティング、ピーポーエッジ以外にもいろいろ、そのここのサイドディスプレイの使い方はいろいろありますね。